ねえ、もう短時間でこうやるのよ。あのね、男の人で、男性はいいですか、女性もですよ、男性で女性にモテる人、それから仕事をやって何でもする人、必ず顔にパワー、女性もそう、どんなに綺麗な顔してても何かモテない人、顔にパワー、顔パワーですよ。今ちょっと映るの、顔パワー。本当にそうなんだ。パッと見て、あ、こういう人を捕まえたら絶対逃がしちゃいけない、これは男の人はこういう人だと、この人捕まえたら逃がしちゃいけない、大賞ですね。これが顔パワーだってね。この顔ならモテますよっていうもね、それから、仕事も成功しますよ。運勢っていうのはね、ツヤなんです、人相じゃないんですよ、ツヤなんですよ。でね、必ずね、成功してる人はツヤがいいんです、うん、確かに。髪の毛にツヤがある人はね、天の味方がある。髪の毛なんかなくたって叱っちゃってやっぱり叱ってないと思います。それからね、靴磨かないとダメですよ。靴をね、靴が光ってる人はね、先祖の過去があるって、ね、だから髪の毛光らして顔に艶出して靴に艶出す、これがまず第一。それで貧乏層で金持ちになることはできない、それで服装になって貧乏してることもできない。でもうね、時々ね、うちの集まりでも行くとね、髪の毛ね振り乱してサバサの髪、長屋のババアが展開した後じゃないか。今度として髪の毛どかしたらいいのかっていうとね、いいな、お金ないんだから金でどかすなんて、何だろうって、金がないからって言ってね、一万円札どかしてもいいのか。今染み込むからね、ちょっと、ね、いいツヤになってきたね。ツヤですよ、本当。パッとツヤ、ね、ツヤのない人だね。もうね、ツヤのない人もツヤちゃダメだよ。それでね、金持ちそうですよ。よくですか。あいつはツヤですよ。ツヤってる人って顔に薄いね。すすみたいな。あの見ててね、あのね、もうね、乗ってくて、儲かってくて、みんなツヤツヤしてる。それがね、落ち目になってくるとね、必ずね、あのね、ツヤがなくなってくる。隣見ちゃいませんか。で、その時にツヤ出しちゃいけないんだけど、ツヤ出さねえで、もうみんな出せねえの、みんなね、もう乾燥芋って顔してる。今この染み込みますからね、そうすると次にもう一回出てきてくださいって言った時は理想の顔になってます。モテます、モテモテです、モテモテです。今絶対モテます。
この顔です。あ、本当だ、ね、あ、本当だ、あ、全然綺麗じゃなくなってる、シワがすごい。男性でも今からビジュアル系ですよ。見た目勝負みたいになってますからね。小じわなくなっちゃったよね。ビジュアル系全然違うでしょ。モテモテだよ、これからどうするか。電話入ってくる女が入ってくる。すいません。あったかい顔。じゃあまだ終わってませんですね。今からね、今何時、ちょっと俺の時あってみる。今20分。じゃあね、30分、10分間休憩するから、その間に、みっちゃん隊の人とか、自分のところの人いるでしょ、その人たちに、全部やるだけのものないから、ちょっとこういうところとか扱った時の感じってどんなのかなっていうのがあるから、やってもらいます。そしたら、見てるだけよりは分かるでしょ。で全部行かないと分かるからね。病み上がりだったからね、心配してたの。なんだー、ぷっちり。ここ出身が出てきたらどうしたの。やっぱあれは、まさかやけど。病み上がりだからね。病み上がりだからね。社会系だし、今まで何の気象哲学の方だったんですよ。冬になったら咲かせて目が開けられなくて。でも、基本顔出せなかったのに。でも、そうそうそう。社会を使い出して、そうそう。だんだん後で出なくなってきて。ここからスマホなんとかでも。頭の中からバトンが飛んで体中血だらけになって出なくなりました。してくるけど出てくるんだね。みんなここ出てくるなるよ。よし、今日は泣かすんだ。顔だけしか勝負されてるってなって。 OK、 OK、はい、始めます。今やってもらった人、上がった人は後で後ほどまた最後に上がってもらいます。みんなつけたりして、あ、欲しい人、はいはいはい、どうぞね。今、手上げたんですけど、ビデオで撮ってて欲しいんだってないから、ね、だけないから、ごめんなさいね。ここまで持たせるのがやっとだった。で今日はね、最後余ったからもうみんなにねつけて、もうこれでねないですね。大盤で、この地球上になくなりました。作るの時間がかかるんです。もうじきにできてくるんですけど、その数も言わない方がいいと思います。言うとみんながっかりして怒っちゃうから。最初はね、ほんの少ししかできてきません。それよりも、今から仕事の話をします。今も、誰でも買ってくれるものがあればいいんだよ。スピードだよって話したんですね。だから、今やった人も肌やなんかプリプリですぐ枠が入って、シワが伸びて、通常あるのも何百倍だから、ここから例えば新幹線で大阪行くんですか、ね、新幹線が一番早くは新幹線で乗りますよね。で、新幹線があるよというお知らせはあっても、新幹線が営業に来たとか乗りましょうよとかって言わないよね。で、早くはいいんだよ、だから早くは世の中苦労はねえんだよっていうことなんです。それで1年間のその1億稼ぐって話なんだけど、まあ聞いててね、今の見て、あ、これは自分だけ使いたいんだっていう人は自分の顔だけ塗っててください。シワがなくなっただけでハッピーだし、シミがなくなりハッピーですよね。で、中には、あ、これは今いるお客さんとか友達に塗ろうと思った人もいると思う。それから中にはとんでもないものを見ちゃったんだと思う人もいるよね、うん、これはとんでもないものを見ちゃった、運よくここに呼ばれちゃったんだ、うん、って思う人もいますよね、うん、今100万
人口1万人もらえるってことは、例えば1000万円売るって言うと、まあ、10万人の人間の中で1000万売ればいいんだよね。1000万って10万人の量がもらえるね。1000万って言うと、このセットが760人買えばいいんだ、たった760人買えば1000万売れるよ。それは膝口も入ってない、すりむとかも入ってない、それでも1000万いっちゃうってわけねえ数字じゃねえか。わかりますか。10万人っつったら一貫に3人は住んでるんですけど、チラシに3万枚巻いちゃいいんだよね。3万枚巻いてお客さん来た時、片っ端からこうやって塗ってあげて、返せばその人の顔を見て宣伝になるから、お客が黙ってるのに連れてくるの。3万枚のチラシ5回も巻き終わっちゃうよね。だとそれだけのことだよね。そしたらその自分のものだとわけないよねって。私はそういう発想のもとで生きてるんだよ。だからそういう発想じゃなくて、自分の顔だけつけてたいって人はつけてればいいんで、これ発想の違いだからどうしようもないんだけど、だとそれだけのことだよね。うちのお弟子さんなんかもね、お前のこの件は月下こういうふうにしなっつったらそうなっただけのことなんだよね。これも同じことだよね。だからもっと何倍も売れるのを作ってやるから、そういうふうにしなっていうことだけだよね、それでやるかやらないかは自分の問題でいいんだわ。ただね、今からは、今現在よ、今大手のドラッグストアとかスーパーとかが大手の潰しっこの時代だ。大手が潰しっこしてる。もうあなたたちは潰されたと思ってるんだよ、向こうは。なると思ってるの。現実にそうだよ。でもうね、あなたたちはやっつけたの。次は大手が潰しっこするよって言って、大手が安売り合戦や中で潰しっこの時代になってる。で、私は今のままで結構です。今のままなんか続かないよ。今からものすごい厳しい時代が来るだけだよ。それ覚えておいた方がいい。で、もし自分で何か考えるんだったら、せめて1万人の領土でも2万人の領土でもいいから取っとくこと考えな。そうすれば、とりあえず大社長が作ったものを優先的にそこで売ってりゃ、ね、どこが出てきたって生きていけるからそれは大丈夫だけど、一番俺が気の毒になっちゃうのは、50万円だけ売ってて50万石ですかって言うと、50万石じゃ領土もらえねえから、さっき見たのってもうできちゃったから引っ込められないんだよ。あんたたちブスブスしててもいいけど、こういういいものがあるって嗅ぎつけたら、間違いなく隣の釣り屋が、隣の化粧品屋が置くからね。これだけは止められないんだよ。それからどっかの人が領土取っちゃって、もしそこに飲み込まれちゃったところがあったとしたら、芝村さん、あんたの店月5本売れてたよね。で、5本だけはずっと出してあげるけど10本は出せないよってなるんだよ。それは当たり前なの。だって予想人が巻いたチラシであんた販売する日って、飽きんどってのはそういう盗っ人みたいなことができないんだよっていうことだよね。で、せっかくだからここに来てない人は今のものが下ろしてもらえないんだよ。気に入りましたとかって言ったって、これ呼ばれたからなんだよ。だからみんな知り合うんだろう、道は先生のことみんな知り合うんだろう。来ないとあんたら私と縁切るつもりなのか言ってくれても呼んだの。なんでかって一生懸命読んで見せてあげないと、見てやねえとかってだよ、見たこともない人がいたらかわいそうだね。だから見せてあげたいから一生懸命読むんだよね。で、やるかやらないかは自分で考えな。で、別にやんなくたって構わないから、やんなきゃ俺がやるからね、で、社長たちもいるし、それもやるから、別にね、売れるものは誰がやっても売れない。で、売れるんですかって、売れる売れるんだよ。売れるものってのは決まってんだよ。これはどのぐらい売れますかって大体わかる。
ね、もしみんながうちの仕事してなくたって目の前にいたら女の人の8割だって言うんだよ、うんね、そういうもの世の中10割とかってのないよ、うん、野球でもなんでも3割あったら大したもんだから10人のうちね3人勝ったら大変なもんだでこのものは3割なんてもんじゃないよ出ていくたびに場外ホームランみたいなもんだよね、で、あげくの果てでその顔を見た人がやる人がみんな来る今まで東京から名古屋とかね、石川とかやってきたのその人たちが自分の顔だけ見せてみんな注文を取ってきちゃう OK ですか、はい中にお客さんにやってやった人もそしたらそのお客さんを連れてきちゃう誰だって知らなんかないのがいいこの尻には愛着があるとかっていうのになる尻だけは残しておきたいんだからこの品は30年の付き合いだから早くさよならしたいんだからねえそれでね今お店でもなんでもいくらでも空いてるからねお店なんか始めるのって待ってないただし、お店を始めたときにお金かけちゃダメだよ。お金儲けっていうのはお金をかけちゃダメなんだよ。最低でやろう。ね。だから、お店めっけから旗5本立てりゃいいんだよ。旗5本立てて旗がバタバタひらめいてて、マルカンのお店にマルカンの旗が立ってんだよ。だから誰が見たってマルカンなんだよ。それを上にマルカンのお店とか書いてあるけど、無駄でしょなんでそういう無駄なことするの、ね、そういうろくでもないことしないの、ね、アキンドってのは無駄をしちゃいけないんだよ分かるね、無駄なお金かけちゃダメだよそれで、お店ってのはね今ここにお店があるよ1万人の領土でこうなってるよそしたら次にここにお店出すよって言ったらこっち出す一例だよだから私はこっち行くのここを潰しちゃうねでここに76人の客ができたらここ潰しちゃってこっち行っちゃうねその次ここも潰しちゃってこっち行っちゃういくらでも潰しちゃうお客取ったら潰しちゃう。お客取ったら潰しちゃう。ね、こんなことできるんですかと。できる。たった一つ、この言葉がある。いいですか。ここの、この一画が、うちのこの化粧品できれいになったとすると。私がこの化粧品に命をかけて、顔が垂れ下がっちゃうような化粧品を使ってる人を救わなきゃ。私は使命感だ。ね。あとはあなたたちに任せるからしっかり普及してくださいねって自分がいなくなっちゃうであそこにいるからご用の人を遊びに来てくださいって言うとみんな来てやってくれるんだよだいたいねお客だと思うからいけないんだよ仲間だと思って同志だと思えばいいんだよ熱く語らなきゃダメなのね私はこのものに命かけてるんですって言うと人があそうなのかあなたたちは自分が綺麗ならいいってもんじゃないんですよわかりましたか、ね、あなたたちはその顔でみんなに見せてお客さんにこれを普及しなきゃいけないんですよわかりましたねってこうそういうものなんだよそうするとみんなそうですこれを普及しなきゃいけないんですだから嘘だと思ってやってみなねえ簡単に言うとね、陣取りゲームのお遊びだ。仕事ってのはね、お遊びみたいなんだ。目くじら立てて働いてるやつで金持ってるやつていない、うん。金っていうのはね、そういうもんじゃないの。もっと明るく楽しく、人につけてさっきのこの時の話じゃない。もうね、涙出ちゃいます。涙出るほど喜ぶんだよ。本当はそのことずっと言いなと。そのことを言えば、みんなに涙出るほど喜ばれて金持ちになっちゃうんだよ、うん、
たったそれだけのことなんだよ、ね、涙出るほど喜ばれてお金持ちになれたらハッピーだよねって、みんなに喜ばれる、ね、よそだったらもっと何万円もするものが、たった6000円なんですか、この国もこんなにいっぱいでたったね4000円なんですか。この前もアトピーで寝られない子供がこれつけて、もうぐっすり寝たつだと親が涙流して喜ぶんだよ。喜ばれて金持ちになるのが正しい話だよね、はい、OK だよね、はい、でみんながね仕事すると思った話するからね、仕事する気ない人は聞くだけ聞いてればいいな。それでもね、さっきじゃないけど人事とか増やしていくと配達したりなんかすればすんじゃんだよ。誰か一人配達員いれば仕事なんか相当できるから、仕事なんてのは大した問題じゃないんだけど、初めて人を使うと必ずろくでもないやつだね。で、これが天の試験みたいな。で、ろくでもないやつが来たら首、分かった、首しかない。それでみんなが一生懸命働いてるのに給料くんない社長がいたら悪いやつだよね。何ヶ月もただ働きさせたら悪いよね。それと同じで給料もらってて働かないやつがいたらそいつは悪いやつ、首なんです。でこれを首って言えないと地獄の苦しみだからね。ご飯をごっそしてあげるから好きなものいくら食ってもいいけど絶対うんこしちゃダメだよって言われたね、おしっこ絶対しちゃダメだよ。だから辛いでしょ。それと同じように働きに来てやる働かねえやつをクビにしちゃいけないって言ったら経営者辛くてしょうがない。お前だって働きに来て俺のこと気に入らないから明日から来るんだよな、俺もお目見てやつ気に入らないから明日から来るんだ、これが正しい投資家お互い様なんだよってすっきりして生きていけばいいね。これが大切な、ね、仕事もそうなんだよ。あのね、気に入らない野郎なんて物を売ること絶対ない。気に入らない野郎が来た時にてめえ見てやっぱり物を売るからバカ野郎とかってスッとするんだよ。1000人に1人ぐらい嫌な野郎が来るの。その嫌な野郎の機嫌なんか取るために俺たちは生きてんじゃないんだって、飽きんどバカにするんじゃないのってこうやって言えるとスッとするよね。スッとして生きていこうよっていう話なんだよね。それでね、もう社長になったらいい話聞いた、ね、うちの従業員お前あっち行けとかあっち行けとか自分が行くんだよ。ね、奥業のも殿様じゃあるめえしね、後ろの方であっちこっちって誰が行くかって言うんだよね。みっちゃん先生がみっちゃん先生に預けたったってみっちゃん先生頑張れよとか言わねえんだよ。ここ大変な時は本社長が出てくると思ってからみんな一生懸命やってられるんだよね。大変なとこ、一番大変な時は出ていかなきゃいけないんだよね。戦国時代の殿様で後ろから一歩も出なかったやつなんか一人もいねえんだよって、みんなやりもって駆けずり待ってて、ね、それで領土取ったもんなの、ね、そういうもんなんだよ。で、二代目か三代目なら必ず腰抜け出てくるから、ね、もうそういうのが出てきて解決するようになってんだよ。三代目にアホが出るようになってんだよ、決まりだから、ね、俺たちはそんなことやってられねえんだからね。それでね、社員を協力してここのホテルもそういう先にもなって受け付けるとね、笑顔で迎えてくれてね、あんな笑顔絶対作り笑いだからね。それぐらい訓練しなきゃいけないよ。あんな不自然な笑いないんだから、それぐらいにいこうとしてんだって、あんぐらい訓練しなきゃダメだよってね、ブスッとしてちゃいけないんだよってね。でもし社員教育ができなかったら勉強会連れてくるのね、
うちの社長たちが俺の弟子になった時一番最初に言われた言葉が休みたくなったら死ねってで死にはずっと出てられるんだから起きなくていいんだからねでも10万年でも出てられる生きてる間ってのは短いんだから生きてるぞって生き方するの今日も生きてた明日も生きてたね一生懸命生きるので終わったら死ぬのそれを医者が五輪中ですって言ってんのにさまよってるやつがいるんで浮遊霊になっちゃったりなんかしてるんだけど浮遊霊になるようなやつって頑張って働いてるやつ一人もいないんだから、ね、頑張って働いてるやつはさっと死ぬんだよわかりますねそれからね店10軒やってても全部儲かってても一軒でも儲かってない赤字の店があったらすぐ閉めるんだよ10軒儲かってるから1軒ぐらい赤字の店があってもいいなんてとんでもない話だよ健康ですからうちなんか流れてたらいいんですかってそういう人いないでしょ、ね、それと同じようにやってる店が全部黒字だったら必ず会社は潰れないんだよ儲かってるに決まってるどっかに甘さがある10軒店あったら1軒ぐらい自分の趣味でこういう店やってるんです趣味で店やっちゃいけないんだよね芸能人って歌歌ってて前からこんなになってこんなになってるんだろこんなになって毎週やってるんだろふざけんなって歌手にとってマイクってのは命なんだよマイクでこうやって遊び出すと必ずそうやって人気なくなるこんなになってちゃダメなんだよね野球の選手でもなく一流の選手はグローブでもバットでも大切にするのアキンドにとって店は命なんだよねそれをねあたかもねなんつうの儲かってっから1軒ぐらいいいんです、この蕎麦君日本そばの人にジャズがかかってない盛り上がらねえのという本当に著しいてめえがジャズ好きなら家帰ってきてんじゃない店を遊び場にするんじゃないって店ってのはお客さんと自分とがね相対で頂上走って本当に芝が散るようにして働くもんなんだよねいい加減な考えで店やっちゃいけないもんうちの社長だけど絶対ね遊びで店やるなよって稼いだ金何使ってもいいって遊びは遊びでいいけど店で遊ぶないけないんだよアキンドとしてね儲かんない会社はすぐやめる、昨日岡山で話したらねそれを聞くと同時に明日帰って1個儲かんない店がありますから閉めますか今日閉めましたって、お電話いただいたそうですそれはね、グズなやろってもうなんかいい仕事はなかなかやんねえほいでね、やんねえくせにこうやり始めたらやめねえんだもうかなくずーってやってねやるのも遅いけど、やめるのも遅いグズです、英語で言うとねダメですそれからねちょっと儲かるとすぐ会社にする人がいるけど会社にしちゃダメだよでね会社も個人も同じだ同じだって言うと同じじゃないんだよ会社で家買ったりしちゃダメだよ年取っていると家賃払わないと会社にした時行っちゃいけないんだよわかりますか会社に住んでる以上家賃払わなきゃいけないんだよね、日本はそういうの曖昧になってくるこれからどん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 うるさくなってるねそれで自分が会社作りました年になったから隠居して会長として1ヶ月50万ずつもらってますいいと思ってるねとある種税務署が来て難しいこと聞くお宅の会社の経営どうなってますかお宅はどうなってますかって聞くんだよそうするとねパパパパパパパって5年間遡って金返せとか言われるんだよ
人の会社が個人で金持ってりゃいいの。自分の金だったら何したって自分のもんなんだよ。で同じだ同じだって、じゃあパチンコ行っていいんですか、それはダメでしょ。で車買っていいんですか、それはダメでしょ。洋服買っていいんですか、それはダメでしょ。じゃあ同じじゃねえじゃねえかね、分かるかい。ね、経理さんに相談しても何でしょ、みんな会社に行きなさいって言うんだよ。儲かってきたら会社もう一個作りましょう。え、もう一個作りましょう。こっから給料もらえばいいじゃないですか。もう一個作りましょう。作れば作るほど経費がかかるんだよ。大体自分の得なことしか言わないからね。みんな騙されちゃダメだよ。経理さん都合で喋ってるからね。みんなのことを思って喋ってるんじゃないからね。あとね、もう一個、ちょっと金持つと必ず銀行行くと並んでると、あ、島村さんこちらへどうぞね、それから店長にどうぞお茶でも言われると喜んじゃう。それで家でも建てたらいかがですかと、ビルでも建てたらいかがですかと、もう一個お仕事やられりゃいいじゃないですか、融資しますから。銀行って金貸しだよね。で、預かってるだけじゃ金にならないんだからね、分かるかい。貸して金儲けしてるんだからね、金貸しだからね、あれね、覚えといてよ。金貸しに呼ばれて喜んでついてくるってのはおかしいんだよね。ね、アキンドが金貸しにこうやって手招きされてね、俺もね、店長から呼ばれてみんなって身分になったら、金貸しにこうやってやられたら言っちゃダメだろ。私ここで結構ちょっと並んでますから、並んでりゃいいんだよ。そうするとね、必ず余分な仕事しちゃうね。それでみんな来る。今ね、あの銀行に取り立て食ってる人ほとんどは借りてくれって向こうが来たんだよね。今返せ返せって言われてるけど、本当にそうだよ。そうだよ。ね、本当にそうなんだよ。で、今そうだよなっつった方は立派な事業家で、前にやられたことがやられたことのない人は分かんないんだけど、本当にやられるからね、こうやってやられるんだよ。ついていっちゃダメだよ。ね、せっかく金持ちになっても落とし穴がいっぱいあるの。まさか銀行が落とし穴だと思わねえんだよ。それで引っかかっちゃう。ね、あとね、すぐね、ライオンズクラブ入った。ロータリークラブ入った。ね、商工会議所の役員をやった。やっちゃいけないの。アキンドは、第一線で戦ったアキンドだけやってりゃいいの。ね、ああいうのはアバババババの3日くらい前に、3日くらい前にやればいいんで、第一線で働いてアキンドだけやってりゃいいんだよ。分かった。はい。それでね、もう商工会議所なんか行くんだって、必ずこの政治家やなんか来て、政治家と握手して写真撮って飾ったり、そういうことしちゃダメだよ。ね、いるよ。この前もね、俺が言えば東京都知事にいつでも会えるんだって、それがどうしたんだよ。それが何か。俺たちアキンドってのはね、小泉さんに呼ばれたからって喜んでちゃいけないの。俺たちが喜ぶのは、近所のおばちゃんが3500円の白飯届けてった時喜んでいくんで、ね、どこに総理に呼ばれて喜んでいくやついるんだよ。何がご注文はって聞いてみない。あんたらみたいな島じゃないんだよ。OK ですか。OK。政治家に、あなた斉藤さんじゃありませんかって言ったら、え、伊藤です。それからね、あそこの地域私やりたいんですよね、いっちゃん先生取っといてください。
待ってくんないよ。待ってくんないんだよ。商売ってのはね、待ってくれるようなもんじゃないの。幸運の女神は前髪しか生えてないって。前に来たらパッと捕まるから。後ろ生えてるから。つるつる。終わってからつるつるやってる。こう撫で回してたらダメだよ。そういうものはパッと捕まる。ね。けどですね。だから、自分がやりたいとかとっととやるの。ね。OK ですよね。それとね、これは言いづらい話なんだけどな。言っちゃうよね。言っちゃいますよ。ダメなんだ。そう。あ？いや、教えてあげないと。うん、後で辛い思いしたらかわいそうだし。そうなんだよ。後で辛い思いしたらかわいそうだからね。男はダメだって話。本当に言いづらいんですけどね、言うしかないんですよ。男はね、嬉しそうだよ。嬉しそうだけど顔だ。それで、ね、私は男が嫌いだっていう話をしました、ね。形が嫌いなんですよ。何でもいいんです。形が好きなんだ。デザインなんですね。男はダメなんだよ。なぜかっていうと、男はね、夢があるんですよ。で夢を語る。聞いてるとくだらねえんだ、その夢が。くだらねえこと言ってるなってしみじみ思うようなことを言うんだよね。で、どないがくだらねえ夢だから叶うわけもないんだよ。それなのに、結婚して何年も経つと、俺はお前とか家族とか子供たちのために夢を全て捨てたんだって言うから、ろくでもねえな。言わないけど、そうですよね。言ってんじゃねえかとか言われちゃうんだけど、若いお兄ちゃんがね、斉藤さん、私ね、夢があるんですって。なんだよって。オートバイね、アメリカ大陸を一周するんだって。はぁ。くだらねえな、その時、くだらねえなと思ったから。思ったけど、はぁって聞いてやって。それでお前、英語は喋れるかと。英語は喋れない。で、パスポートは持ってるかと。ないよ。で、お前、オートバイ持ってるけど、オートバイもない。さっきだって、とっとと働けって。冗談やめてちょうだいよ、本当にね。くだらないことばっかしね、述べてれば夢だと思ってる。大体夢って言ったら寝てから見るだろう。起きてるとき夢見てるやつ、おかしいだろって。ね、その点女性の夢ってのはいいの。セーターが欲しいだとかシャネルが欲しいとか現実にそぐってる。全部金がかかるんだ。ね、だから女の人がよく働く。シャネルのバッグ30万で、シャネルのバッグ30万で欲しいなって言うと旦那が、お前そんなもん買ってどうすんの、買ってから言って。私ももらってないから買って、何も買ってどうすんだ、買ってちょうだいよ、早くどうすんだ、欲しいの、欲しいんだよ、欲しいっていうだけで十分なんだよ、ね、それを買えるように頑張ろうって言ってるの、いい話じゃないよ、ね、ダイヤだって、お前ダイヤなんか買ってどうすんの、どうすんだ、欲しいんだよ。ダイヤモンド掘ってる人だってみんなね、難民なの。ダイヤモンド掘ってるやつで金持ちなんかいない。ダイヤモンド掘ってる人でダイヤギラギラの人なんかいねえんだよ。調べてみれば。みんな金がねえんだからってわっせわっせやってんだよ。ね、金持ちは金使えばいいんだよ。俺はここでオレンジジュースさっきから飲んだけど、ここでオレンジジュース飲むと、私のとこは遠くカリフォルニアまで届くんだよ。カリフォルニアの下で働いてる人いるんだよ。ね、常子が言わないで、先生と稼いで先生といろんなもの買えばいいの。ね、男の人ってのはね、あの女の人で、ここでね、いい話聞くの。家帰って旦那に話すの。反対するのみんな男。うちの旦那が、いくら話してもわかんないんだよ。どうしたらいいでしょう。あ、いい解決があるよ。離婚です。
会社で女房の足引っ張ってどうするんだってんだよ。ね、お前がそうやって俺がポスティングしてきてやるよとか協力的なことを少し言ってみなってな。ね、離婚ですよ。ということですね。男は、夢を転嫁させてください。ちょっとだけ変えてください。それは何ですかって言った時、せっかく俺と一緒になったんだからセーターも変えるし指輪も変える、シャネルのバッグも持たせてやる、そういうふうに変えた方がいいです。あんたに一生かけるって言った人間にアキンドとして生まれて、なそんなもん買ってどうすんだ、そんなもん買ってどうすんだって、物を売ってる人がどうすんだどうすんだってどうすんだよ。俺たちだって物を売ってんだよ。それ買ってどうすんだ、買ってどうすんだって。ね、そんなこと言ってたら物を売れねえんだよ。ね、当たり前の話でしょ。買ってやれるようになるの。それと今ここに来てる女性たちは今まで買ってくんねえんだからこれからもくんねえと思いな。自分で働きな。ね、で旦那がうるせえこと言ったら1万円やったらパチンコ行っといて、うるさいから本当なんだよ。飽きないの邪魔しちゃいけないの。店主の会話いくらでもいるけど仕事の会話じゃないんだよ本当そうなんだよ。儲かる仕事ってないんだから、ね、これちょっと裏返ししてくれるかな。その耳300万で売る方嫌だって言うんだよ。眼鏡かけられなくなっちゃう
金をいっぱい持ってんだろうって日本に入ってきただけで幸せになってみんななんで入ってくるって命がけなんだよ。こんな日本みたいにいい国に生まれてつべこが言ってんじゃねえって、ね、幸せかなって思えばいいんだよ。やってやれないことはない、やらずにできるわけがない、ね、やるしかないんだよ。こんなにいい話持ってきたってグズ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 してりゃ何もできねえんだよ。もう終わっちゃうんだよ、ね、それと普通の会社なら昇進ができました、できてから説明会だ、ね、うちはその先にみんなに見ててんだよ。もう出るときに頭ね、あ、これはこの人に言ってこの人に言って、頭ぐる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 働かせるんだよ。スピードなんだよ、うん、F1 のレースだってね、ゴーサインが出てからエンジンかけてるやつなんかいねえんだよ。大概エンジンかけたらペンペンペンってやっててスタッフで、それでもチェックフラッグが振られたらもうバーンって走るんだよ。それをどんなルールでしたっけ。今エンジン整備してますから、遅いダメだよそれじゃ、ね、失格だから。ここに来た人も今つけてもらって目に入っちゃったらもう予約取るとか、ね、頭の中で何するか解決するので、どこのどこに店出そうとか、どこが自分が欲しいんだとかって思うの。それで行動を起こすの、ね、お金なんかなくたって言ってもらったんだ。自分もこうやって顔見して予約制なんですよってみんな予約してくれるけど、あのみんな毎日で出ていっちゃうからお金もらった人からしか送れないんですよ。みんなお金くれるんだよ、お申請としてそれでもらってんだよ。だから金がねえんじゃねえんだよ、知恵がねえんだよ、ね、知恵出してバンバン